コーヒータイムということで、今日はね、田島屋さんのキリマンジャロですね。ちょっとね、コーヒーがなくなったんで田島屋さんでね、注文しました。本当はね、新しいところ開拓しようかなと思ってたんですけど、なかなかね、余裕がないと開拓って難しいんですよね。なのでちょっと、まあいつものところでっていう感じでね、まあまた加藤野さんでも買おうかなとは思っているんですけど、なんかね、おすすめのコーヒー屋とかがありましたらですね、ぜひ教えてほしい。まあできれば通販できるところ教えていただきたいなと思います。まあ深入りのねところがあるといいんですけどね。なかなかね、飲んでみないとそこのコーヒーってね、まあ、知らないところ、まあ今ねそんなに安くないんで、コーヒー豆も、なんで飲んでみなきゃなっていうところではあるんですけど、でも試すのにも高いしなみたいなね、とりあえずねコーヒー入れていきましょう。で今日はね、まあ、最近ね疲れ目がどうこうとかいう話したんですけど、今日ねめちゃくちゃ会社で体調悪くなって、なんか寒気っぽい感じのものがね出始めて、でやばこれはもしかして風邪か、でも最悪インフルとかそういうのありえるぞと言ってすごい警戒してたんですよ。でね、でもまあでも、まあ、いつもだったら早退しようかなっていうぐらい体調悪かったんですけど、今日どうしても抜けられないオンラインの会議があって、まあ、とりあえずそれだけは受けて、でそれでねその後ちょっと体調の様子見て帰ろうかなと、まあ、早退させてもらおうかなとかねちょっと思ってたんですよ。でミーティングやって、で終わったらすっかり元気になりましたいやミーティングでね緊張してたのかなっていうね、ミーティングで緊張してたからそういう風にねちょっと体調が悪く感じたのかなとかねちょっと思ってはいるんですけど、いやびっくりするぐらい最初あんなに体調悪かったのになとか思ってね、コーヒーいただきましょう。はい、コーヒーいただきます。いい香り、あー美味しい。美味しい。でめちゃくちゃ体調悪かったのがね一瞬で良くなって、まあマジでね緊張って体に影響力がすごいなとか思いましたね。まあ、ちょっとね海外の英語圏の人とね英語でミーティングっていうそれプラスちょっとね他の会社の偉い人とのミーティングだったので、でちょっと僕がプレゼンをしなきゃならないみたいなねところもあって、めちゃくちゃ緊張してたんだなとかちょっと思いましたね。まあ英語喋れないんでね通訳はいるんですけど、まあ、それでも英語で質問されてね返せなかったらどうしようかなみたいなね、その質問を、とかねちょっとねいろいろとドキドキしてたのが体調に影響してたのかなと思いました。まあ始まってみればね別に大したことないんですけど、はい、そんな感じでした。ただねまあここ最近目の疲れがひどいとかそういうのもあって家帰ってきてねまあ少し寝たんですよ。そしたらねさらにすっきりして疲れとかもね溜まってたんじゃないかなと思います。いやなんかねまあでも目の疲れとかもね少し良くなって、いやなんかねここ最近本当にね目とかもそうなんですけど、まあ筋トレをねまあトレーニングをまた再開して、そのまあ3月中はちょっとね勉強とかいろいろ忙しかったんであまりトレーニングできなかったんですけど、まあ、4月入ってねトレーニング再開して、まあ、そういうののね疲れとかも出てきて環境が変わったりとかしてね、
そういうのも出てんのかなとかね、ちょっと思ったりとかしてますけど、うん、まあ早く慣らしてね、まあ、トレーニングも最初のうちそのやり始めっていうのはすごい疲れるんですけど、体がね、だいぶ慣れてきたりとかして、慣れてくると回復も早くなったりとかするんですよね。ちゃんとした理由は分かんないですけど、僕の感覚としてはそのエネルギーをね、そのうまく消費できなかったりとか吸収できなかったりとかしてるところがうまく回るようになってきたりとかしてね、うん、回復力とかが上がってきて、で、結果疲れた方が取りやすくなるのかなとかね、ちょっと思いました。血流とかがね、やっぱり運動したりとかすると良くなるんですよ。筋トレとか運動とかすると血管が太くなったりとかしてね、血管が太くなると血液の、ね、流れもすごく良くなって、でそうすると結果的に体中にね、エネルギーが消化されて、体に吸収されたね、エネルギーが全身にね、届きやすくなると。でその結果回復力が上がるんじゃないかなというふうにね、ちょっと考えておるんですけど、早くそこになりたい。トレーニングの話から続くんですけど、その最近ね、まあ、この間トレーニング、この間っていうか昨日ねトレーニング行って、まあ、腕トレの日だったんですよ。腕トレをし、昨日はねちょっと雨が降ってたんでサボったんですよサボったんですけど、雨はねちょっとジムが家からねちょっとジム離れてるんで、行くのがね大変なんですよ。なんで、うん、まあ、雨の日は休みっていう風にね決めてるんですけど、休養を取れればいいや、まあ、その結果ね今日2日連続で休養になっちゃったんですけど、まあ、それはそれでしょうがないかなと思っていて、でそれでね、その一昨日ねトレーニングしてて、腕の日でね腕トレしてたんですけど、腕の時にねこういうダブルバイっていうね、よくボディービルダーとかがやるようなポーズ、力こぶじゃこうやって見せるねポーズがありますけど、これがねできるようになったんですよ。誰でもできるよっていう話なんですけど、まあ今ねちょっとまだちゃん力入れてないですけど、てか筋肉痛でひどくてねちょっと力がなかなか入んないんですけど、このねダブルバイっていうこういうポーズ、これがね前までこちらの肩が痛くてここまでしか開けなかったんですよ。こっちはここまで開くんですけど、こっちの肩はここまで、肩といったらもうこんくらいですよね。こっちはもう真横よりもちょっと後ろぐらいになるような胸を張るっていうのがねできるんですけど、こっちはね本当に開けなくて、ここまでいくと痛い、上げると痛いみたいなところだったんですけど、トレーニングやるときにボディービルダーのポーズをするとね、すごくマッスルコントロールって言って筋肉の扱いがうまくなるんですよね、うん、ギューってね、すごいボディービルダーのポーズってこの筋肉を収縮させてでっかく見せる、ギューって縮んで太く見せるっていうのをやるんですけど、それめちゃくちゃねマッスルコントロールに役立つんですよ。なのでトレーニング中とかにね、まあ、ダブルバイだったらダブルバイとかねやるんですけど、でそれがね今までできなかったんですね。やろうと思っても痛くて上がんないっていう状態だったのが、ふとやってみたらねちゃんとね、こっちまだちょっとね詰まり感はあるんですよ。まだね完全にはもう柔らかくはなってないんですけど、それでもこう胸を開いてね、ダブルバイのポーズが取れるようになったんですよ。いやこれはね嬉しい。本当にね去年肩をね石灰沈着性腱板炎っていう謎のね奇病、僕の中では奇病って扱いになったんですけど、まあ年を取るとそういう風になりやすいらしいんですけど、まあ、原因がわからないんで奇病だったんです。それがねそれになってからなかなか治んなくて、でやっとまあ今に続くっていう状態なんですけど、それがやっとね少しね良くなってきて、ダブルバイができるようになって、体がねちゃんとまともに動かせるようになったなっていうところです。いや本当嬉しい。これはねちょっと本当に昨日ちょっとおとといでトレーニングしてて、まあ、腕トレって、まあ、こういう風にねそのアームカールとか、あと三頭筋ってね、ここを鍛えるのはケーブルとかこういうのってねやったりとかしてるんですけど、それやって、まあ、ケーブルの方はねちょっとダブルバイではないんですけど、そのアームカールをやった後にこれやった時にこのダブルバイをやろうと思った時に
おおっと思って自分で驚いちゃって、できると思ってね、そんなに痛くない、まあ詰まりがあるんでちょっとね今、まあこのリハビリをまだ続けてはいるんですけど、ここまでいけたのかな、いや本当よかった。まあ全然皆さんには関係ないところなんですけど、ちょっとねこれは本当に嬉しかったんで、ちょっと報告したかったんです。まあなんですけど、ちょっと体がね疲れが溜まってくると怪我とかねしやすかったりとか、まあその腱板炎っていうのはね本当に理由がわからなくて、なんでここに切開っていうかね、その骨みたいなのができてしまうのか、骨以外のところに切開が溜まってしまうっていうのはよく分かってない。でそれがなぜ急に痛み出して炎症を起こすのかっていうのも、ね、よく分からないらしいんですけど、まあ、疲労がね溜まったりとかすると、例えばその筋肉の断裂につながったりとかね、肉離れにつながったりとか、まあ、あとはね集中力が下がって、あの不用意にねダンベルを落としたりとか、器具に挟まったりとかね、そういうこともあるので、まあ、しっかりとね休養をとって元気になってからね再開したいなと思います。まあ、実際にね今さっきね帰ってきて、そのコーヒーを入れようと思ってる時にもね、あ俺疲れてんなとかねちょっと思ったことがあったんですけど、今日、まあ、あとは寝るだけぐらいだから、まあ寝るだけって、この辺動画をね編集してなんで、まだね1時間2時間ぐらいは起きてはいるんですけど、まあそんなに長くは起きてないから1杯か2杯ぐらい入れてで作業しようかなとか思ってたんですけど、コーヒー豆を普通にね測ってミルで引き始めた時に、あ俺 30g 引いてると思って、まあ大体 10g で1杯分なんで3杯分入れてるわと思って自分で2杯分、まあ、多くても2杯でいいやと思ってながら、思っていながら、そんな風にねちょっとなんかすごい大ボケしてたなと思って、疲れてると証拠ですね、そういうちょっとしたミス、本当にちょっとしたミスの積み重ねっていうのを、そういうのをね起きるっていうのは本当疲れの原因だ、疲れが原因だと思うんですよね。寝よ、今日は早く寝ます。あとこのね昨日紹介した、おととい紹介したねこの小豆の力をね乗っけて寝たいと思います。これね本当に小豆の匂いがもう死ぬほど嫌だとかいう人以外はめちゃくちゃいいので、これねちょうどいいんで、これ持ってみないとねやった人しかわからないんですけど、微妙な重さがあるんですよね。微妙な重さがあって、こうレンジで温めてここ乗っけたら本当にね目の周りが幸せになるんで、ぜひね目が疲れている人はですね小豆の力試してほしいですね。小豆の力ね、この他にもシリーズがあって、お腹を温めるものだったりとか、あとね結構良かったのがね、肩に、まあ、でっかいビローンとしたねでっかいやつなんですけど、それをあの肩、首から肩にかけて乗っけて肩周りを温めるってやつなんですけど、それもねかなり良かったですね。特に肩凝ってる人とか、重たいものが肩に乗っかると、そうすると余計凝るんじゃないかとか思っちゃう人もいるかもしれないんですけど、小豆の力のねその微妙な重さで密着感が上がるんですよね。で肩こりの原因って基本的には筋肉のこりって、血流がねうまく動いてないとか、あと筋膜の中にね体液、まあ、血液以外のもの、リンパの液とかね、そういうのが溜まったりとかして、でそういうのが、まあ、老廃物ですね、老廃物がうまく排出できなくてね凝るというところなんですけど、まあ、そういうのはね、そういうのはまあ温めてやると、そうすると凝りがほぐれやすくなるんですよ。でね、すごいちょうどいい密着感で、ちょうどいい温かさのものがね、ここに首の周りにね、首から肩にかけて乗っかるんで、かなりね、肩こり解消するんで、ぜひね、まあ、騙されたと思って買ってみてください。まあ、お金に余裕があったら、まあ、そんなにね、高くはないですし、繰り返し使えるものなんてね、250回とか書いてあったかな。ちょっとね、忘れちゃったけど、うん、こんなこと書いてあったはずなんで、ぜひね、超おすすめなので買ってみてください。疲れだけには気をつけて、体を大事にしましょう。っていう感じで、バイ。